Number 34, Kodama Takayuki. Number 42, Kevin Potter. そしてヘッドコーチ、ボールペダレ。まずは小林大輔、昨日のゲーム1でも10得点を叩き出しました。平尾がシュートフェイクを1つ入れて3ポイント。もう一度トラソリーニがゴールした。さあここは一旦ボールを止めてゆっくりと回していきます。茨城です。中に入れたタップスポット、いやー苦しいところ、リースバーグ、そしてコッツァー、リースバーグが外から、うわー決めてきた。上らからボールが出ます。高平、さあここは外から狙ってきました。29番の阿部決めてきました、スリーポイント。ここは一旦児玉が中に入ってくる、ブロックショット。さあファストブレイクだ、速攻、バスケットカウント。ここはうまく平尾が、ここは小林から平尾、小林外にボールを回してタップスポットから中に入ってきた。トラソリーニのダンクシュート決まりました。ここは中には入らせない、7番の筑波、そしてこちらはコッツァー、外から打っていきました。スリーポイント決まっています。これで福澤も9得点となりました。ウッドベリーをブロックだ、ファールがあった。いやーここはタップスポット外からシュートを決めてきました。今度はこの外は上ら決めてきました。タップスポットが自らボールを運んで、トラソリーニがいったが中に入ってきました。ここで香川がタイムアウト。このトラソリーに中に入ってきてディフェンダー当たりながらもしっかりとゴールを決めてきました。中に入る、外に出す、高平スリーフェイクを入れて切り込んできました。しっかりと落ち着かせます。そして入ってきた、トラソリーに、トラソリーニのダンクが決まりました。ここはタイムアップとなりました。101対81。